どうや、もう12月で追い込みは？追い込みはね、かけたいところなんですけど、なかなかかけれてないっていう。進んでへんの？いや、まあまあ、ある案件はもちろん追い込ませていただきますけど、うん、ないんですよ、もともとそんなに多ないんですよ、今やっぱ情勢的に。何やねん、情勢的情勢的にというか、まあ、不動産価格高騰してて下がらんな。そうですね、なあ、もうそれでなかなか案件が少ないっていうので下がらんな。下がらないですね。なあ、でそんなになんていう加熱してるわけでもないねんけどな、はい、地味に下がらんやん。売り物もないしえ、そうですね、ええ場所は特にやな。そうですね、もう利回りでもね、もう 7% とかね、 6% とかやったらねちょっとしんどい。これからどうすんのね、来年は。まあ、もう来年はもう変わらず同じようなことを。業者さんもしんどい、やっぱり業者さんもまあまあ、まあ、まあしんどいところとしんどくないところやっぱありますね。両極。そうですね、だんだんその差が開いていくような、ね、だんだん開いていくな、はい、イメージ的にな、はい、極端やな。何の差なんやあれ。何ですかね、まあでも体力じゃないですか、もともと今までの、まあ、情報力とか付き合いとか、まあ、まあそのね、体力の差かなと思ったり。やっぱ体力ないところはもうすぐにダメになってしまってる印象ありますね。体力って資金力、まあ、資金力もそうですし、情報力とか、まあ、人づてとか、なあ、やっぱそういうの結構大事に。なあ、やっぱね、横の関係広い方ってやっぱ結構うまくいってますもんね。不動産賃貸業、まあまあ業者さんは売ったり買ったりもあれやけど、はい、不動産賃貸っていうかな、賃貸業っていうか、要は大家さん、大家業やろ、はい、大家さんって結局もうそれ一本で難しいんちゃうか、昔の地主さんみたいに、うん、ああいうやり方ってどうなん、うん、もうちょっときちっと商売としてっていうかな、やらんとなかなかしんどいような気がすんねんけどな。そうですね、それだけじゃちょっとしんどいかもしれないですね今な。やっぱ人口も、まあ、まだマシですけど今後ね、やっぱ減っていきますしね、うん、まあでもこれからあれやで、どっちにしろ不動産投資って増えんで、うん、ああそうですか。いや増えるやろ、増えざるをえんやろ。だってもうだって金融ってあんな前ニーサ買えとか言うてやってるけど、自分買うてるか、あんなニーサなんて。僕ね、僕はでもやってますよ。やってんの？やってます。あれ、まあ、クズ口座作ってるようなもんやぞあれいやもう預金入れとってももうね、何もまあ基本的にはもう預金入れとってもどうもこうもならんやろ、はい、基本的には、はい、で金利がちょっとぐらい上がるって言ったら、日本の場合そんな極端に上がらんわ。 0.25 とか 0.、うん、もうどんだけ上げても 0.5 ぐらいは、 0.75 とか上がってきたら、1% 上がってみ、 1% 上がったらお前そこら辺のお前地方銀行全部吹っ飛んでまうでちょっか国債暴落するわな。でもうん、そうですね、なあ、アメリカとかもね、国債結構最近価格下がってますもんね。えぐいことなってるやろ、はい、すごいやろあれ。あれあるように見えてるだけやぞお前実際問題もうどうもこうにも、あのアメリカの国債が買うやつなんて誰もおれんで今もう手出しないっすよ。そやろ、はい、で一時円安や円安や円安、ドル高やドル高やってドル買いに行った人なんて、もう悲惨。今日いくらぐらい？今日は136ぐらいだと思います。136から137やろ、はい、一時150までいったやろ。そうですね、なあ、いやもうこっからはもう絶対に、まあ一回もう上下はするやろけど、円高やぞ最後はこれドルなんて信用ないやろ、もうだってこれ自分この半年ぐらいでよう分かるやろもう見事にそうですね、ドルが今一番怖いって感じやろな。そうですね、 30% ぐらい増えてたんですかね、あの1月の初めより。だからあるように見えてるけど、国債見てたらもうあれもうなあみたいな。まあ不動産流れてくるわこれから。不動産とか現物しかないからな。そうですね、まあ、いつまでね、この円安が続くか、なんか来年ぐらいには戻るとか言ってたり円高に向かうってこと。円高に、はい、来年のまあ後半ぐらいから、まあまあ来年というかもうぼちぼち違う、うん、買いに来るやろな。だから日本の不動産買いに来るって言っても、日本の株買いに来るって言ってもやっぱり円買わなあかんから、外人からしたら、はいはい、うん、一回円買ってから不動産なり株なりやから、国債もそうやんか、うん、でもどっちにしようこれ、日本に金がバンバコバンバコ入ってくるんだよこれ。だって見て、自分見てて分かるやろ、あの中国ややれアメリカややれヨーロッパやって、むっちゃくちゃやろもう日本一番まともやぞどう見ても。そうですね、もうずっとね、景気後退景気後退言うて、インフレ率、はい、
インフレ率とか失業率とか全部見ても日本一番まともやから、やっぱ最後集まってくるね日本にな、ええやつも悪いやつもひっくるめて、はい、不動産なんで、ほんでよその国と違って買いやすいやろ外人が日本で、うん、自分の銀行さんからしたらな、融資出せるっていう案件じゃなくなれば現金で買いに行くやろから、中国の方多いですね。多いな。多いです。不動産いまだに高くても買ってますもん、ね。これからもっと来るわ、はい、うん。これからもっと来るわ。だからなんていうん、もうあんだけ中もくっちゃくちゃやから、うん、でそもそも保有できへんわけでしょ土地から、うん。建物はまあまあ自分の保有であっても土地はみんな国有でしょ、うん、あそこは。もうずっとそんなんやからもう日本買いに来るような近所やしな。うん、治安ええしな。まあ。そんなに、ただあれよ、外国人買いに来るときってな、あの結構あれで買うねん、土地なんてブランドっぽい感じ、だから我々が中国の土地なんて我々買われへんけど、はい、もしで仮に買えたとしたら上海の何々とか大連の何々みたいなイメージってあるやん、だからローカルチックなところって我々がって外国の投資するとき不動産買うときで買えへんやん、はい、シンガポールの何々ですとか、はいはいはい、あと、あのアメリカやったらそのねえだけな、ロサンゼルスの何々ですみたいな感じで、はい、だから外国人、中国人からなんか見ると特にな、青山ですとか銀座ですとかなんかそんな感じよ、だからイメージ的に、だから両極化するんよ、外国人から入ってくると余計一等地ばっかり行くから、はいはいはい、そうですね、東京もね結構買い漁ってるって聞いたりしますし、東京はひどいことになってるよ、すごいやろ、はい、あれ一般の人知ってんのかな、あんなに買われてるっていうの、すごい買ってるぞ今、そうですね、もう利回りもめっちゃ低いのに買うんやっていう、安く見えるんやな、はい、彼らからしたらな、やっぱりな、まあ、どこイギリスから見てもアメリカから見てもどっから見ても日本の土地って安く見えんねやけど。